福島県からも、税制、それから様々な措置について要望を受けておりまして、今日、福島県知事が、佐藤知事が、総理に直接面談をいたしまして、要望したとも聞いております。また今、委員のご指摘も踏まえまして、何ができるか、これをしっかり検討してまいりたいというふうに思っております。委員長。吉野正義君。厚生大臣に聞きます。医師不足なんです。医師不足っていうよりも、お医者さんがもういないんです。私の福島県いわき市総合共立病院、ここはね、研修制度なんです。12名受け入れてます。最初12名来ました。今12名中たった2名です。お医者さんの数もですね、一頃126人いたんです。今現在91名なんです。お医者さんが避難してるんですね。で、お医者さんが、これいわき市の例ですけど、南相馬もそうだし、福島県全体でお医者さんが避難している。ここについてやはり緊急的にでいいですから、やっぱり国として福島県の医療、特に子どもたちの健康、大きな大きな問題抱えてますので、ぜひ福島県に医師を派遣していただきたい、お願いしたいんですけど、いかがでしょう。小宮山厚生労働大臣。福島県でのその医師の確保の問題、大変重要だというふうに考えています。で、福島県全県で見ると医師の数はマイナス2%というふうに聞いてますけど、特に緊急時避難準備区域の中にある6つの病院では、48人だったものが33人と、3割も減っているというふうに実態を把握をしています。で、このことについては、一つは地域医療再生基金、これは被災県には最高額の120億積みまして、そしてまた3次補正で720億積み増しをいたしました。この中では医師の派遣とか医療従事者の確保にこのお金を使えるようにしています。それからもう一つは、全国の医療関係団体で構成します被災者健康支援連絡協議会、この協力を得まして、医療機関ごとのニーズに合わせた医師などの派遣を行っていまして、9月から11月の間で福島県で延べ37人派遣をしています。で、さらに緊急時避難準備区域であった曹操地域には、厚生労働省曹操地域医療従事者確保支援センター、これは10月7日に作りまして、厚生労働省からも人を派遣して、なんとか医師の確保のコーディネートができるようにしております。これからもこの医師の確保、医療従事者確保については、現地としっかりと連携を取って全力を挙げて努めていきたいと思っています。委員長。吉野正義君。ぜひよろしくお願いしたいと思います。次にですね、私たちが議員立法で作った原子力事故被害緊急措置法、これ今年の7月29日に成立をしたわけであります。ここで国による仮払いであります。この目的、なぜ国は仮払いをしていくのかという目的を大臣どう理解しているかお聞かせ願いたいと思います。中川正治文部科学大臣。この法律に基づきまして、紛争審査会の中間指針ではっきりと謳われているんですが、東京電力が迅速に支払う見通しを立てられないとしている損害、これをやっていくわけですけれども、その中でも法律制定時の国会の付帯決議がありまして、東京電力が国の求償に応じることを事前に